アイドルグループ、日向坂46の加藤志穂、斉藤京子、佐々木久美、富田鈴花、松田芳美花が30日、都内で行われた、日向坂46ドキュメンタリー映画、希望と絶望、7月8日、公開完成披露上映前舞台挨拶に登場した。同作で新たに知ることができたメンバーの一面について聞かれた松田は、シングル曲の君しか勝たんでセンターに立たれて、鬼のように忙しかった時の話とかも取り上げられてて、当時私はその時の気持ちとかを聞くことができなかったので、そういうことを思っていた時期もあったんだと知れました。あんまりメンバーにも苦しい姿を見せていなかったので、衝撃でしたと先輩である加藤についての思いを語った。加藤は自分で見ていてすごい恥ずかしかったです。もじもじしてしまいましたと振り返り、確かにメンバーに全力で頼れていなかったなど本当に思いました。メンバーにもっと頼っていたらやりきれたのかな。これからはもっとメンバーを頼るね。よろしく。と笑顔で宣言した。2020年公開の前作、3年目のデビューに続く、本作は、日向坂46がかねてから目標にし、今年3月末についに実現した東京ドームライブまでの道のりを、2019年12月の開催発表から約2年間追い続けたドキュメンタリー。